こちらです。屋久島に向かって、3つ方法があるんだけど、一つは種子島に泊まる夜行の大きい船、ハイビスカスかな。2つ目が高速船、1日に5、6本あって2、3時間ぐらいかなで着く高速船と、あとこの屋久島2っていう車を運べる約4時間かなかかる船が鹿児島から屋久島まで出てて、私たちは屋久島2になります。屋久島2、車両の受付こちらです。受付が2箇所あって、同乗者受付と運転手受付、保険証とね、免許証があれば予約番号を伝えるだけ。すごい簡単だったよ。簡単だね。車を運ぶのはね、4メートル未満の車で、往復ドライバー1人の乗車含めて3万8000円でした。4時間の屋久島往復。ドライバー以外のチケットを買いに来たんだけど、ここだここだ、並んでる。車の往復は3万8000円で、人が2と一番安いので往復1万700円で、その他にもね、そうそう、娯楽室とか特別室とか和室だったり、ベッドがちゃんとある寝れるお部屋もあるみたいです。1日1本しかなくて、鹿児島8時半発、屋久島12時半着がこのフェリー屋久島2。チケットゲット。往復のチケットは30日以内だったかな、チケットを買ってから。当日でも結構買えるみたい。でもね、保湿系安いのは全部売り切れてた。すごい広間みたいなカーペットのところで伊東かな向かってます。あー、屋久島だ、なんかコンビニみたいなショップが入ってる。縄文杉のバッジだ。物のけじゃん。シモーグ100円。なんかちっちゃい枕はあったよね。お酒も買えば、皆さん朝からお酒を飲んでる方が多かったです。今ね、キャンペーンかなんかでね、車往復チケットで買うとうどんかそばがついてる。そうだった。こちらです。おー、漫画よし、なんか貴重な。おー、奥だー。これですよ、屋久島といえば。これを10時間かけて見に行きたいと思います。はい、うどん混んでて座れないじゃない。混んでるね。30分だけ空いてる。本当に。こちらがドライバー限定で無料で。すごいラウンジ。キッズルームだ。しかもしっかりしてるよ、キッズルームだ。すごい。ね、エアライブもあって。これはいいわ。子供や飽きちゃうもんね、こんな何時間も乗ってたら。あと、そうそうそう、さっきね、カメがね。あ、ほらほら来て。待って、こっちも。あ、おお、あ、しかもちょっと大きい。かわいい。あら、かわいいね。もっとベイビー想像してたわ。あら、かわいい。大きくなったんだね、写真の時から。無料で使える、テレビもついてるし、ね、ネット席だ。ずっと来たかった、小さい頃から。上陸。今ね、港から車で約20分の白谷雲水峡ハイクに向かってます。今日晴れてる。明日から雨の予報なんだよね。屋久島すごい雨降るんだもんね。うわー、綺麗。屋久島はね、もう本当にハイキングの島らしいんだけど、まあもう一番有名な縄文杉は明日行く予定で、今日行くこの白谷雲水峡も縄文杉と同じぐらい人気らしくて、時間がないからね、今日は途中までの3時間コースに行く予定なんだけど、もうすごいよ、なんか本当だー、綺麗に美しいね。ポイントも綺麗。今から5時間行きたいんですけど、こちらはコースが3つあるんだね。大声がいいよ。ビックリマークがあるのがね、このはしごない沢をよく見るところなんですね。トレッキングスタート。
今日は3時間のコースに行く予定だからね。特に水と一応カッパ以外はほとんど何も持ってきてないんだけど。いいねいいね、ずっとこの川沿いだね。最高や、今日は気持ちいい。この人走っていっちゃった。綺麗、すごい。見えるかな、まだ始まって2、3分、ずっとこんな感じの景色。結構ハイキングっぽいラフな道になった。なんかこの絵何回も見たことある。ハイキング中いつもこうなってる気がする。10時間の縄文杉は行きたいんだもんね。10時間かかるんだって。体力作りを先にしてこなきゃいけないの。これこれ、いや明日や。ただ、もうちょっとで着くみたいなんだけど、ここだ、コケムス森。人々がもののけの森って言っている。今もののけのところにねいて、案内してるガイドさんちょっと話してて、この先行く価値どんな感じですかって言ったら、あ、今日はもう絶対行く、桜咲いてるからって言ってて、なので結構こっからハードって言ってたんだけど、今から40分太鼓祝い。私たちの速度でって言ってたけど、普通はね1時間以上って書いてあるんだよね。ここからいきなりトレッキングみたいな。さっきまで結構舗装されてる道だったんだけど、結構イージーな太鼓岩のコースを歩いてるんだけど、自然の音をお楽しみくださいって感じだ。どうぞ。このコースはこういうね、岩と木が一体になってる。美しい、すごいね。しかも誰もいなくて、本当に鳥の声しか聞こえなくて。本当だ、カモシカ。なんだっけ、わかんない、誰見えるかな。もうそろそろ着きそう。なんか最後きついって言ってて、この階段伝わるかな、結構だよねこれ。で、上からは桜の絶景らしいからね。きっともうそこがね太鼓岩だったね。わっわ、すごい、こういうことか。すごいよ、待って、すごいよ、わーおって感じ。これはマジで、わーお、わーお、すごい。これ待って、これはすごいよ、半端な、来てよかった。これ伝わる、到着。太鼓岩はこういうことだったんだ、ね。太鼓岩やばかった、ね、すごすぎた、言葉を失ったわマジで。ちょっと待って、あれはね人生トップに入る絶景だったわ。絶景だったね本当に。あの途中のもののけで帰る人が多いらしいんだけど、これは帰っちゃダメ、絶対に。そうだね、絶対に、絶対に行った方がいい。で、上に長居しすぎてしまって、ちょっと今急いでね戻ってるんだけど、ってことは私たちがもうこれ降りるの最後、最後だよ、頑張って。暗くなっちゃう、明日10時間が待ってるよ。終わった、ハイキング。5時間のハイキングに行ったんだけど、結構急いで、一番上の目的地でも、まあ、30分ぐらいはゆっくりしたかな。5時間って言われてるところ4時間で戻ってきたよ。かわいい、もうジムニーしか残ってないよ向こうに。いやでも天気にも恵まれたし、本当人生でトップに綺麗な景色に出会えたし、これは太鼓岩まで皆さん絶対行くべき。そして彼女はね結構早めの段階でね、もう限界、無理かも、これ明日倍以上あんのって言いながらもやりました。お疲れ様でした。日も暮れてきた。 We made it、 やったね、 We made it。 猿がいっぱい、かわいい絶景を背景に、なんか食べてるね。お腹すいたね。鹿児島県産鶏生ハム、ミニサラです。美味しい、美味しい。ビビュー、ビビューの塩焼き、美味しそう。最後はネバ天ぷら。つけるかな。
って。うまい。じゃじゃーん。本日の宿到着。おー、いい感じ、いい感じ。いい感じ？おー。香りがいい。ここだって、すごいよ。縄文杉使ってるらしいよ。おー、すてきすてき。ここはちなみにね、Airbnb で撮ったのよ。おー、めちゃめちゃ素敵やん。やっぱ2日じゃもったいない。今日もついてずっといたい。屋久島に1週間ぐらいいたいと思ってる。ここはエアビーでね、なんか離れでここ一棟貸し切りなんだけど、2人で1泊1万5000円だったかな、全部含めて。完全プライベート、超いいじゃん。いいね、いいね。